全国高校ラグビー大会の決勝を明日に控え、奈良県代表の御瀬実業は今日最後の調整を行いました。大阪の宿舎から学校に戻り、およそ2時間汗を流した選手たち。今大会4試合で相手に許したトライはわずか1つと鉄壁の守備を誇る御瀬実業は、決勝で東の A シード桐蔭学園と対戦します。春の選抜大会決勝では10点差で敗れているだけに、今日の練習では桐蔭学園の強力なアタックに備え、ディフェンスやキック処理に取り組みました。またフォワード陣は立ったままの密集状態、モールがポイントになるとみて、組み方などを念入りに確認していました。過去3度準優勝の御瀬実業は明日、悲願の日本一をかけ決勝に挑みます。常に敵陣でラグビーができるように、フォワードをしっかり前に運んで、御瀬実業の強みであるディフェンスでしっかり前に出て、モールで最後スコアできるようなゲーム展開にしたいなと思います。日本一になるためには絶対に、避けれない壁なので、もう一つ大きい壁を越えれるように、明日は自分たちチーム一丸となってやっていきます。